勝負した時にもう点で勝たれへんくて。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの中桐です。マナビズムの今井です。じゃあ、はい、じゃあ今日の質問いきましょう。高校2年生文系です。受賞進学校ですがあまり勉強してきませんでした。、うん、マーチに行きたいのですが一番最初は何から始めるべきですか、うん、という質問ですね。はい、うんうん、英語しましょう。はい、終わりです。もうちょっと話しましょうか。そうやな、はい、うん、まあ、英語しましょうで一応質問の答え自体は終わりになるんですけれども、やっぱ文系の受験であれば英語と国語とあと選択科目何か社会とか文系数学とかになると思うんですけど、やっぱり一番得点の鍵、合格の鍵を握ってくるのが英語になるので、うん、必ずそれから始めていきましょう。うん、ネットとかを見てると英語長文を最終的に伸ばすのは現代文の力だみたいなことが書いてあって、まあ実際、うん、もちろんそれはそうなんやけど、うん、そんなことより単語入れようっていう話やから最初の時期はね、うん、だからまあ戦略的に英語をまず固めておくこと、うん、で単語であったりとかあと英文解釈って呼ばれるもの SVOC つけたりとか、うん、そういうやつを重点的にやって高校2年生のうちはその基礎固めを本当にやってくれたらいいかなと思いますね、うん、なるほどね、はい。じゃあ僕からは、まあ、僕が後悔したことを交えて話そうかな、はいはい、まあ、今拓也が言ってくれたみたいにさ、まあ、もちろん英語やらなあかんねんけど、うんうん、俺英語から始めたよ、うん、俺文系数学やったから、ほんで数学好きやったし、うんうん、古文めっちゃ嫌いやったから、うん、英語と数学から始めた人間なんよ、うん、ほんで数学好きやから、まあ、英語あんまやりたくなくなんねん、うん、まあ、もうどん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 実力に差がついてったけど、はいはい、まあ、俺の友達みんな周りマナビズム一緒に入った子は、うん、みんなしっかり英単語も覚えてるし古文の古典文法も覚えてるし、うん、まあ、どん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 差が空いてて、うん、俺らが3年生になるとき、うん、3年生になる手前か3月から、まあ、3年生扱いやったから、うん、その時にその英単語を覚えてる率みたいなのを、はい、友達とかとなんか勝負した時にもう点で勝たれへんくて俺いつも単語テスト200問ぐらいあってんけど、うんうん、もうそれ180ミスとかしとったからもうほんま単語全然やらなかったよ。まあその分数学やっとったから、うん、数学も3年生のなる手前の3月にはもうセンターも7、8割ぐらいまでいっとったし、それはそれで全然よかったんやけど、うんうん、もうほんま英単語やってないの後悔して、うんうん、まずなんかみんな英文解釈の勉強して文訳してるやん、俺もう SVC なんとなく分かんで、多分ここに位置的に動詞やろうなとか分かってももうこの動詞の意味全然分からんし、もうこれ形容詞かどうかすらも分からんか振られへんし、スタート地点に立てれる、ほんまに、うん、だからあの全ての勉強癖をつけるっていう意味でもそうやし、うんうん、はい、先延ばしに、うん、しちゃうから、うん、まず英語の中でも特に英単語、うん、英単語をもう1週間にそうやな400個ぐらいかな、うん、この時期からスタートするで、んでマーチほんまに現役で合格目指すのであれば、うん、1週間に400個はマストで、うんうん、もう最初いきなり100とかでいったら上げにくなるで、うん、だからもう1週間バーンでこれでもかってくれ単語やってみ、うん、それで400無理やったら自分の限界値超えてるから300に落としたりとかっていう軌道修正をしていって、うん、勉強計画を立てていくっていう風なことを意識してやってもらいたいかなと思いますね、はい、そうですね、はいはい、それではこの動画はここまでにしたいと思います、うん、動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。